マグダレーネ・ホン・ザクセンは、ドイツのザクセン公爵家の公女で、ブランデンブルク選定公ヨアヒム2世の最初の妻。夫の即位以前に死去し、選定公夫人にはなっていない。ザクセン公ゲオルクとその妻で、ポーランド王家ジミエシュ4世の娘であるバルバラの間の末娘として生まれた。両親によって、カトリック信徒として育てられた。1524年11月6日に、 ドレスデンにおいて、ブランデンブルク選定公正誌ヨアヒムと結婚した。二人の結婚式は3000人の招待客と24人の諸公が出席するという大変に豪華なものだった。花嫁の父による祝いの言葉は、花婿のおじにあたるマインズ、大司教アルブレヒトフォンブランデンブルクが代読した。マグダレーネは1534年、27歳で死去した。 悲惨な火災事故を目撃したショックが原因で寝込み、それが死期を早めたと言われる。翌1535年、ヨアヒム2世は、マグダレーネの10枚に当たるポーランド王女ヤドビガを5歳に迎えた。夫との間にご難二女の、計7人の子女を設けた。ありがとうございます。